鍵っ子鍵っ子とは家庭の事情で学校からの帰宅時に他の家族が自宅におらず自ら家の鍵を持参している子供のことを指す通称。この用語における子供とは自ら鍵を開けるという行動ができる小学校低学年以上から学校から直ちに家に帰ることが多い小学生6年生までを指すことが多いが中学生までを含めることもあり明確な限定はない。 教育学や行政の分野においては、この用語を使用する場合にはその範囲として、小学生を前提とすることが多い。これは口述の児童が大人の目の届かないところに放置されることの問題点を取り上げているためであり、中学生以降は部活動などでの自主的な活動が増えるため状況が異なるからである。この用語における親の状況とは、 両親がいる場合でも共働きであったり、または母子家庭、父子家庭であって、子供の帰宅時には多くの日で留守であることを指し、たまたま所要により留守にするというものは当てはまらない。また、用語の印象として、都市部、集合住宅というものがあるが、これは鍵っこの増加の時代背景が、高度経済成長期イコール都市部の人口増、各家族会イコール集合住宅。 というイメージを与えているからと考えられる。旧厚生省の1971年厚生白書においては、留守家庭児童という用語が用いられ、その保護者が月間の大部分の日において児童が学校から帰宅した時から夕刻まで不在となっているのが状態となっているものと定義している。このような俗称が生まれたのは昭和30年代後半期からの高度成長期頃からである。 昭和37年の厚生省青少年児童白書においても、共働き家庭における児童についての記述があり、昭和43年には総理府調査において、鍵っ子の実態と対策に関する研究との名称が使われている。その総理府調査によると、鍵っ子家庭の母親の就労理由は、生活には困らないが、さらに収入が欲しいが49.2%であり、 他に働く人なしで生活にコンツテイルの28.4%を上回っている。このように日本の経済成長に伴う生活向上のための女性の就労意識の高まり、女性の社会進出が鍵っ子登場の主たる要因である。この他にも昭和40年代以降の各家族化の進行が要因の一つである。昭和44年10月の厚生省調査。 全国家庭児童調査によれば、小学生は109万人、中学生は374万人の合計483万人が鍵っ子であると推定されていた。昭和30年代から昭和40年代にかけての日本の経済成長、社会構造の変化の一つの現象として、鍵っ子の増加は児童教育の危機であると捉えられていた。昭和38年頃から、 かぎっこの増加に対して、学童保育や学校での校庭使用時間の延長など、できるだけ子供を孤立させないという施策が実施されている。また、このような公的施策以外においては、昭和50年代以降、急速に普及した学習塾が、そのような児童、生徒の身の置き所になっていたとの指摘もある。少子化の進行に伴い、児童、 生徒数の絶対数が減少しているため、鍵っ子の絶対数も減少をしている。しかし、厚生労働省の平成16年度全国家庭児童調査では、両親が共稼ぎをしている18歳以下の児童は、児童数ベースで54.7%となっており、一人っ子家庭の増加、女性の社会進出の程度がさらに高くなっていることとも合わせ相対的にはさらに、鍵っ子化は、 進んでいるものと考えられる。また、鍵っ子の絶対数のピークであった昭和40年代から昭和50年代に比して、子供の時間が携帯電話、インターネット等の個々に与えられた手段によって消費されており、子供の帰宅後の生活状況について、親の把握できない部分が拡大しているとの指摘もある。なお、アメリカ合衆国においては、日本の鍵っ子状態を含め、 子供に家の留守番をさせたりすることは保護者が児童虐待の疑いを受ける可能性があると言われている。ありがとうございます。